はい、名城紀行正史の巨漢、ここはですね、大津市代々の重臣で、筆頭家老とも言うべき末氏の巨漢のあった場所になります。末というのはですね、山口氏末と、やはり興味を名字でですね、その末、元はあの大内氏の同族なんですよね。末広方公から始まってこれだけの経緯があります。ほとんどですね、代々の重臣が、大内氏の当主の、おそば近くに仕えですね、ほとんど筆頭家老的な立場で、特に戦国期はですね、大内、義興、義孝、その2代に仕えた、大内、興房、高房、この方がお二人が有名ですね。高房は後末晴方と改名しますけど、この方ですね、かなり代々ですね、末氏も広という字をいただいたり、森という字をいただいたりしてますけども、ちょっと見にくいですかね。高房お兄さんいたんですね。その後も孫の代まで一応、系図はあるんですけど、こちらが正式巨漢と。現在ですね、富岡公園というふうになってまして、この辺は富岡会館ですかね。いわゆる自治会館のような、公民館のような形になっていて、ここはちょっと公園で、ちょっと巨漢という何かあるというわけじゃないんですけど、一応こちらの人ですね、説明文があるという形になります。こちらですね、末氏は大内氏の流れを汲むと、広方が、末村山口氏の末ですね、そこに入ってから末氏を指導したと、巨漢を、平城っていうんですね、平城って書いてね、平な城と平城、富岡小学校の跡地と、前は学校だったようですよね、というより、上智を小学校として利用していた時代があったということですね。なるほどね。少し先のですね、検証院の裏山にも七尾城というのがあってですね、そちらにも巨漢というか、持ち城があったようですね。それともう一つ末城といえば和歌山城ですよね、末氏といえば、和歌山城、それも、近くに。そういうことになりますね。ちょっと何もないって言えばないんですけども、小学校されてたんでね、かなり巨漢の跡地で、平という感じで、そういう、場所になります。はい、末氏の巨漢跡でした。